全米野球記者協会のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席した、前アストロズ監督のダスティ・ベイカー氏は、昨季エンゼルスで最優秀選手に輝いた大谷翔平へ称賛の言葉を送った。大谷のような才能の選手は見たことがありません。ここにいる男は最高の選手の一人です。とても謙虚ですが、たまに私をイライラさせます。彼と対戦して、打席に立つ前にこっちを見て僕に会釈をしてくれるので会釈を返すのですが、その直後にホームランを打ち寄る。で、その時スタジアムを見たら、うちの妻が彼の写真をパシャパシャ撮ってるんですよ。そしてマウンドに行く時にも私に会釈をするので、会釈を仕返すと、直後にうちは三者三振に取られるといった具合です。最も才能ある選手の一人なんですけどね。彼に前に言ったんですよ。お前、悪い奴だな、かなり悪いぞ。ってね、彼は何のことか分かってなかったみたいです。と語った。ベイカー監督、面白くて大好きや。ベイカー氏のおはこなトークはもはや完璧に仕上がった漫談なんよ。素晴らしいトークスキルやで。面白くて大谷愛に満ち溢れてるな。ベイカーは今季からジャイアンツの特別アシスタントに就任が決まったそうやが、もう大谷との絡みは見れなくなるんやろか？寂しいな。ベイカー監督大好きやから嬉しいわ。この話をまた改めて聞けたのも最高。ベイカー監督、最高の褒め言葉やな。ベイカー監督のこのコメント、素晴らしすぎるやろ。監督の人柄が出ている言い回し最高や。ベイカー監督のスピーチ、おしゃれだよな。こういうスピーチをできる文化に憧れるわ。ベイカー監督、めっちゃ受けてますよ。会釈のくだり本当おもろい。ポンズも監督として見てきたベイカー監督がすごい選手だって言うんだから大谷さんは本当にすごい選手なんやろな。大谷のいい笑顔、それとベイカー監督の紹介最高や。大谷翔平を最高な言葉で褒めてくれて本当嬉しい。大谷選手の礼儀正しいところや気遣いすべて完璧。日本人でも見習うところが多いよな。大谷さん、ルックスも最高。敵を味方にしちゃう、悪い男や。この関係性が大好きやで。